無能はゴミ掃除しとけって言われて。40度を超える倉庫の中で女性社員が微笑んだ。目はうつろで髪も汗でびっしょりだった。俺はとにかく倉庫から出るように言うが、彼女はその場に倒れてしまった。こんな環境でたった一人に掃除を命令だと。俺は怒りに震えながら救急車を手配した。俺の名前は鈴木、58歳だ。あるメーカーで働いている。うちは生活用品を開発、製造していて、文具や雑貨、大きいものなら家具まで、実に様々なものを扱っている。俺の所属は人事部なので、直接製品の製造には関わりがないのだが、うちの製品が誰かの暮らしの支えになっていると思うと、とても誇らしい気分だ。大体、いい歳して無理しすぎなのよ。妻の声で俺は現実に引き戻される。俺は見慣れない天井を眺めながら苦笑した。そう言うなよ。ただの過労だったんだからいいじゃないか。実を言うと、俺は昨日仕事中に倒れて運ばれたのだ。原因は過労だろうと医者は言う。一日休んですぐ会社に復帰するつもりでいたのだが、妻と医者が数日は安静にしろとうるさい。あなたの家計は心疾患で亡くなった人も多いし、心配なのよ。お願いだから体を休めてちょうだい。妻に涙ながらにこう言われては、さすがにもう何も言えなかった。ちょうどいいので検査もしましょうと医者に言われ、こうして俺はベッドの上でぼんやりしていたのだ。そうそう、あなたがさっき眠っている時、部下の方が見えたわよ。安心して僕たちに任せてくださいって言っていたわ。そうか。今の時期はうちの部署にとっては忙しい時期だ。就活者の面接準備や新入社員の育成プログラムの作成など、やることしかない時期と言っても過言ではない。そんな時に過労で倒れてしまい申し訳ないという気持ちと、部下の成長を感じて嬉しいという矛盾した気持ちが同居する。とにかく今はしっかり休んで、今あなたが復帰してもまた倒れて足を引っ張りかねないわよ。早く復帰して手伝ってやりたいという気持ちを見透かされ、俺は思わず布団で顔を隠した。やれやれ、しばらくは甘えるしかないか。俺が諦めてため息をつくと、妻が小さく笑った。その後、俺は晴れて退院した。たった数日間のことだというのに、なんだか懐かしい。俺は自分の勤務先である本社を見上げて感傷に浸る。まあ、それだけ俺が仕事人間だったってことかな。俺は内心苦笑して本社に足を踏み入れた。もうお体は大丈夫なんですか？みんなに心配をかけてしまったね。すまない。部署に踏み入ると部下たちが俺の元へ駆け寄ってくる。俺が謝罪するとみんなが慌てて首を横に振った。とんでもない。私たちが無理をさせてしまったから。復帰したとはいえ、私たちに任せて無理はなさらないでくださいね。部下たちの優しさが身に染みる。こうして俺は本社勤務に復帰した。復帰した直後、まさかあんな事件に遭遇するとは思いもせずに。その日の午後、俺はデスクワークに励んでいた。すると、部下たちのやりとりが聞こえてくる。おい、例年の社員育成プログラムのデータ資料がないんだけど。あれは確か紙媒体で倉庫に保管されていたんじゃありませんでしたっけ？うちの会社も記録などはほとんど紙からデータへの移行が進んでいるが、すべてがデータ化されているわけではない。機密性の低い書類などは倉庫の一角に保管されているのだ。
部下の発言の意図を察するに、新入社員の育成プログラムを組むときに、過去のデータを参考にしたいという意味だろう。おいおい、必要なものなんだから持ってきておいてくれよ。すみません。ただいまお持ちします。俺はちょうどいい、と部下たちの会話に割り込んだ。よければ私が持ってこよう。え？ですが。実を言うと、部下たちの配慮で、俺のところには簡単な仕事のチェックくらいしか回ってこず、少し暇を持て余していたのだ。いやいや、気にしないでいいから。みんなが率先して大変な部分をやってくれているんだ。それくらいはやらせてくれ。俺がそう言うと、部下は申し訳なさそうに了承してくれた。俺は立ち上がると、他に必要なものがないかチェックして、倉庫のある1階へと向かう。いざ倉庫にたどり着くと、俺は目を丸くした。なんだこの暑さは。倉庫に一歩踏み込んだ瞬間、むわっとした暑さが俺を襲う。入り口付近の室温計を確認すると、なんと40度を超えていた。空調設備はどうなってるんだ。まさか故障した。俺は独り言をつぶやきながら辺りを見渡す。うちは食品などを扱う会社ではないが、さすがに倉庫が40度を超えているのは異常だ。在庫の確認など、決して人の出入りが少ないわけではない。なので、空調設備が導入されているのだが、今は機能していないようだ。スイッチはどこだったかな、と考えながら歩いていると、俺はぎくりとした。この暑く、静かな倉庫のどこからか、ザッザッと何かが擦れるような音が聞こえてきたのだ。しかも、一緒に女性のすすり泣きのような声まで聞こえてくる。人がいたのか。いや、空調も効いていない倉庫に。俺は内心不気味なものを感じながらも、歩みを進めた。音と声は少しずつ近づいている。歩き始めてすぐ、少し開けた場所にたどり着き、俺は驚きの声を上げた。汗だくの女性社員が一人、ほうきを持ってポツンと立っていたのだ。女性が俺に気がついて頭を下げる。お疲れ様です。女性は髪までぐっしょりと濡れていて、尋常ではない。顔は真っ赤で、目はうつろだ。口元だけが笑っていて、こんな言い方は良くないが、ホラーに出てくる幽霊か何かのようだった。君は誰だい？こんな暑い場所で何を？いや、そんなことはいい。とにかく、今すぐこの倉庫を出なさい。こんな場所にいたら体を壊してしまう。汗だくじゃないか。俺はあまりの驚きで混乱しながら言う。女性はほうきを握りしめたままにっこりと笑った。うつろな目で涙を流しながらの微笑みに、俺は背筋が冷たくなる。私、無能なんです。は？状況といい、女性の様子といい、すべて異様だ。俺がうろたえていると女性は続けた。私は企画部の穂積と言います。ただ課長に、無能はゴミ掃除しとけって言われて、私、だからここで掃除を。完全に暑さにやられてしまっているのだろう。穂積と名乗った女性は、うすら笑いを浮かべてそう言うと、急にその場に倒れ込んだ。ちょっと!俺は慌てて穂積に駆け寄り、様子を確認する。おそらく熱中症だろう。俺は慌ててスマホを取り出し、救急車を呼んだ。そうしている間に、俺の様子を見に来た部下が後ろからやってきて、余計に場は混乱した。部下の中に女性がいたので、穂積の解放をお願いし、俺は倉庫を出る。どちらへ？
俺から一部始終を聞いた部下が俺に尋ねてきた。社長室だ。俺は振り向かずに言う。え、社長室ですか？ですが、一体何を？俺が怒っているのを感じ取ったのか、部下は恐る恐ると言った様子だ。確かに俺は怒っていた。倉庫は40度を超えていた。その中でたった一人、ほうきを持った穂積の姿が目に焼きついている。何があったかは知らないが、彼女の言葉が本当なら重大なハラスメント行為だろう。俺がたまたま見つけなかったら、彼女は最悪命を落としていたかもしれない。そう思うと許せなかったのだ。彼女の言葉に出てきた田高町という人物を。決まってる。今すぐ役員会議を開け。そう言いに行くんだ。俺は拳を握りしめ、駆けつけた救急隊と入れ違いにその場を後にした。専務、いきなり何なんですか？私、これから社内コンペのプレゼンがあるんですが。しばらくして俺のいる部屋、空き会議室に一人の女性が専務と共にやってくる。専務に抗議しているのは営業部の多田という女性社員だ。俺が先ほど倉庫で会った穂積が口にしていた人物である。多田は室内に俺や他にも人がいることに気がついて口をつぐんだ。社長？それに人事本部長まで。どういうことなんですか？途端にしどろもどろになる多田。そう、俺はこの会社の本社社長と一緒に多田を待っていたのだ。そして人事本部長。それが俺の肩書きである。普段は役員としての仕事をメインに行っているが、今回は人事部が大忙しの時期ということもあり、本部長の俺も率先して部署の仕事を手伝っていた。役員で、しかも人事に関わる者として、今回の件は見過ごせなかったのだ。社長に俺、そして専務が揃った部屋に、一般の女性社員がいるのだから、ただとしては驚きだろう。俺は穂積さんを部下に任せた後、そのまま社長室へと向かったのだ。たまたま専務も居合わせたのだが、俺の形相に二人とも驚いていた。実を言うと、社長とは昔同僚として一緒に働いていた仲だ。今もそれなりに良好な友人関係を築いている。とはいえ、いきなり約束もないのに社長室を訪れたのはやりすぎだったかもしれない。俺は事情を説明し、役員会議を開くべきだと訴えたが、社長と専務は冷静だ。事態を重く受け止めてはいたが、いきなり役員を招集するとなると時間がかかる。とにかく空き会議室でただ本人と話をしよう。そう結論付けたのである。穂積さんという女性社員をご存知ですね。俺は社長とうなずき合い、ただに尋ねた。途端にただは顔色を変える。ええ、私の部下ですが。穂積が何か。視線をそらした多田に対し、専務が言う。鈴木本部長が倉庫で穂積さんが倒れるのを目撃して、救急車を呼んだんですよ。穂積が？多田は目を見開いて声を張り上げた。顔は真っ青で、額に汗をにじませている。俺は専務の言葉に続く。ええ。穂積さんは空調も効かない倉庫の中、40度超えの室内に立っていたんです。多田さん、彼女がなぜそんなことをしていたのか、何か心当たりは。俺はあえてそう質問した。多田は一瞬の間の後、ゆっくり顔を横に振った。いいえ、わかりませんわ。穂積は確かに私の部下ですが、私は掃除をしろなんて一言も。その瞬間、俺と社長、専務は互いの顔を見合わせた。そのまま俺は二人にうなずき、多田を睨みつける。掃除？
なぜ穂積さんが倉庫で掃除をしていたと知っているんです？私は倉庫内で立っていたとしか言っていませんが。タダははっとして口をつぐんだ。俺の隣で社長がうんざりした様子で首を横に振る。鈴木本部長の話では、穂積さんは朦朧としながらこう言ったそうだ。タダ課長に、無能はゴミ掃除しとけと言われた、とね。社長の冷たい言葉に、タダはガクガクと震えるのみだ。実に許しがたい。ただでさえ嫌がらせ行為というだけで嫌悪感が湧くというのに、穂積さんは救急車を呼ぶほど体調を悪くしたのだ。付き添いで一緒に病院に行ったものによると、命に別状はないものの、穂積さんはかなり衰弱しているようですよ。意識があるときに、田田課長、あなたに命令されたとはっきり言ったそうです。他にもあなたの部署の数名が、裏付けと取れる証言をしてくれました。その上でお聞きします。何か反論は終わりですか？社長と専務、両名に睨まれ、タダはすがるように俺を見た。だが、俺が慈悲の目を向けるわけがない。何せ、俺は穂積さんが倒れるのをこの目で目撃したのだ。全く関わりのない社員だったが、あんな状態になっている社員を目の当たりにして、どうしてタダに対してかばえるのだろう。皆さんは穂積の言い分だけ聞いておられますが、私は何も知りません。本当です。穂積が言っているだけです。確かにプレゼンの用意で忙しく、監督が行き届いていませんでした。その点は謝罪すべき点だと思いますが、私は、タダは言い訳しているが、俺は首を横に振る。先ほどの専務の言葉を聞いていましたか？あなたの部署の人間の証言もあるんですよ。何でも、穂積さんが準備していたコンペの企画案を、あなたが奪う真似をしたと聞きました。あなたは黙っているように、周りに根回ししたつもりでしょうが、残念でしたね。俺と社長が会議室で待っている間、専務がタダの部下に聞いてくれた内容だ。何でもタダは日頃からパワハラ行為がひどく、特に若い女性社員への当たりが強かったらしい。穂積は若く優秀な社員で、いつもタダは目の敵にしていたんだとか。ここ最近は特に嫌がらせがひどく、穂積はすっかり心が衰弱しきったように、タダの言いなりになっていたのだとか。俺に指摘されると、タダはまだ何か言いたげに口をパクパクさせていたが、諦めたようにうなだれた。穂積はいつも私以上の仕事をするんです。タダはぽつりとつぶやき、そこから語り始める。必死に成果を出し、課長になったのは称賛すべきだが、タダはそこで慢心してしまったのだ。課長にまでなれたのだから、これからは多少手を抜いてもいいだろう。そんな気の緩みから次第に考えが歪んだ。本人曰くそういうことらしいが、俺からすればそんなものは言い訳に過ぎない。課長に昇進したことと、そこからさらに努力し続けるかどうかは本人次第だからだ。そんな時に穂積の存在が目につくようになったという。周りに頼りにされ、自分以上の成果を出す穂積に苛立ちと焦りを感じ、穂積に嫌がらせをするようになったらしい。今回の社内コンペの企画案も、穂積が自分以上に素晴らしいものを提出しようとしていると知り、その成果を無理やり奪ったという。今日がその発表日であり、発表中に邪魔が入らないよう、穂積に倉庫の清掃を命じ、決して呼びに来るまで出てくるなと念を押したそうだ。それにしても、どうして空調をつけなかったんだろう。専務のつぶやきに、俺と社長もうなずく。それは、その、使用不可だと私が言ってしまったからだと思います。なんとタダは、穂積に倉庫掃除を命じた直後、空調システムは使用するなとも念押ししたという。
無能は汗だくがお似合いよ。そんな風に笑って。なんてひどい。嫌がらせに嫌がらせを重ねる醜さに、俺は思わず眉根を寄せた。見れば、社長も専務も同じように暗い表情をしている。あなたがろくでもない考えの持ち主だとよくわかりました。専務の感情のない言葉に、俺は大きくため息をつく。気を抜いたら、タダに対し率直な罵倒がこぼれてしまいそうだった。まさか倒れるなんて思わなかったんです。タダは目に涙をためてそう訴えたが、この場の誰の心にも響かない。倒れると思わなかった。倉庫の中は40度を超えていたんですよ。俺の厳しい口調に、タダはびくりと肩を震わせた。社長も俺に同意する。まったくだ。毎年熱中症の危険性をニュースが伝えているが、君は何もわかっていないらしいな。どうやら君は、課長は愚か、我が社の社員としてもふさわしくないらしい。社長の言葉に、タダはいよいよ顔面蒼白になる。そんな、穂積さんには心から謝罪します。心も入れ替えて仕事に励みますので、どうか許してください。必死になってタダは声を張り上げるが、俺たち三人は冷たい視線を返すのみ。後悔しても遅いでしょう。ええ、その通りです。社長と専務が言いながら席を立つ。鈴木本部長が穂積さんを見つけてくれてよかった。そうでなければ、最悪の出来事が起こったとしてもおかしくない。社長の言葉に、俺は本当にそうだと思った。もしあの時、誰も倉庫に行かなかったらと思うと、ゾッとする。俺も黙って立ち上がる。タダが俺の足元にすがるように手を伸ばしてきたが、俺はやんわりと振り払う。あなたにできるのは、穂積さんへの謝罪と、荷物の整理だけでしょう。そのまま社長たちに続き退出すると、会議室からタダの甲高い泣き声が聞こえてきた。その後、タダは懲戒解雇となった。社長はこれを機に、会社全体の人事を見直していくと約束してくれて、ほっとしている。これから入ってくる新入社員たちのためにも、その方がいいだろうということらしい。先日はありがとうございました。穂積が俺に頭を下げた。すっかり元気になったようだ。穂積さん、大変だったね。ただ課長が自分のものにしようとしていた君の企画案だが、私の目から見ても非常に素晴らしいものだった。穂積は嬉しそうに笑う。俺は言葉を続けた。だからこそ、今後は自信を持って過ごしてほしい。田中課長はきっと、君の自信のなさにつけ込んで、嫌がらせ行為をしたのだろうからね。穂積は俺の言葉に真剣な顔でうなずいた。今回の一件で、自分の弱さと向き合えたと穂積は言う。もっと人として強くなります。倉庫で会った時の穂積はもういない。俺自身気をつけているつもりだが、ただのような人間にならないよう心がけていこう。